宮川三郎は、大日本帝国陸軍軍人。1925年に、新潟県北魚沼郡白川村で農業を営む、宮川松太郎、松の8人の子供の末っ子として誕生。非常に読書好きで、算術と理科が得意だったことから、教育熱心な父に勧められて、新潟県立工業学校へ進学すると、卒業するまで主席だった。高校時代は、 クラスの学級長を松崎義勝と競い合うほどで運動神経抜群、性格温厚、成績優秀と三拍子揃った美男子のサブロは一役村の人気者になった。1941年に新潟県立工業学校を卒業すると第三設計科に在籍中で高校の先輩だった王の慶像の誘いで立川飛行機へ入社する。 6歳年上になる2番目の兄、栄次郎が東京で働いていたことから栄次郎と二人暮らしを始めると、サブローは受験勉強に集中できたため、慶応義塾大学工学部と早稲田大学工学部の両方に合格した。同年12月8日、真珠湾攻撃によって大東亜戦争が勃発すると、当時の青年が憧れた飛行機の操縦士にサブローも憧れ、 飛行機設計の仕事より、戦闘機パイロットになりたいと望むようになり、低新省航空機乗員養成所に入所。学生の徴兵制度猶予がすべてなくなり、第一人学徒出陣総公開が1943年10月21日に、明治神宮で行われ、その中に、サブローの姿もあった。1945年4月12日、サブローは、 薩摩半島の満世基地から第104、新部隊員として出撃するも、機体部長によって帰還した。サブローは、翌日も満世に残っていたが、同年5月11日に、チランへ移動するように命令され、5月17日は、チランで孤独な待機生活を送っている。同年5月19日の正午頃、 昼食を取るために陸軍指定の富谷食堂に向かったところ入れ替わりで食堂から出てきた隊員の中に偶然にも松崎を見つけた短い会話から翌日総長が松崎の出撃日と知ってサブローは動揺するが死ぬまで飛ばされる特攻隊員の運命を一度経験したサブローは自分にも出撃命令が出たら必ず死のうと心に決めた同年五月二十日 松崎は命令通りに沖縄方面へ特攻戦死した。台風接近によって悪天候が続く南薩摩だったが、同年6月5日、サブロー20歳の誕生日に翌日の出撃命令が下った。その日、富谷食堂の鳥浜止めにお別れを言いに行ったサブローは、今度はホタルになって戻ってくるよ、といった話は非常に有名で、サブローは、 止めの末娘である玲子に自身の形見として東京で栄治郎に買ってもらった万年筆を手渡した。そして6月6日、命令通りに悪天候の中を沖縄へ向かい、消息を絶っている。ありがとうございます。